髪の癖の出具合は全然変わってきます。もう私も癖毛なので実感してます。今回は癖毛さんが毎晩した方がいいするべきこと5選を紹介します。今回紹介する内容はどれか1つだけではなく5つ全てやると癖毛さんの悩みである朝起きてると髪の毛がブワーって広がってたりとかまとまらないっていうのを今よりも改善できる内容になっています。5つって聞くとうわめんどくさーって思うかもしれないんですけど、きちんと継続することで癖の戻りが弱くなったりとか広がりが抑えやすかったりとかパサつきが出にくくなります。毎晩続けてもらうことでいろんな人から髪綺麗だねとかどうやってケアしてるのって褒めてもらえる機会が増えると思うので、ぜひ一緒に頑張ってチャレンジして継続していきましょう。では早速説明していきます。今回紹介する内容はどれもお風呂から上がってからやるべきことになるので、今日のお風呂上がりからでもぜひやってみてください。では早速1つ目、お風呂上がりはすぐに髪の毛を乾かす。なんですぐ乾かす必要があるのかっていうと、髪の毛の内部には水素結合っていう結合があります。この結合は濡れると離れて乾くとくっつくっていう性質があります。癖毛の方、パサつきやすい方、広がってしまう方、こういう方に関してはこの水素結合がまっすぐつながってるんじゃなくて、こう歪んだ感じでこうね波打つような感じでつながっています。でこの歪みのせいで髪の毛がうねったりとか綺麗に見えにくくなります。綺麗なストレートヘアに近づける場合はこの結合をなるべくピタッとまっすぐに近づけてあげることによって髪の毛も綺麗にストレートに近づきます。あのお風呂上がりに自然乾燥で放置した時ってもう髪の毛すんごいことになりますよね。あれは自然乾燥してる時に髪内部の水素結合がこうね歪んでピタッとひっついてしまっていることによって髪の毛もボサボサになっちゃうんです。なのでこの水素結合をいかに綺麗にまっすぐにくっつけるかっていうのが癖毛さんには重要になります。放置すればするほどこの水素結合はねうねうねーと歪んだ状態でくっついてしまうので、綺麗にまっすぐにつなげようと思ったら乾かすまでの時間が極力短い方がいいです。なのでお風呂から出た後はなるべく早く髪を乾かすことを意識してください。そのドライヤー前にやることも実はあります。ということで2つ目はドライヤーの前にヘアミルクをつけるです。洗い流さないトリートメントはオイルタイプよりもミルクタイプの方がいいです。特に髪の広がりが気になる方はミルクできちんと髪の毛の内部補修をした方がいいです。もちろんオイルがダメっていうわけではないんですが、役割に違いがあります。オイルは髪にツヤを出したりまとまりが出るっていう髪の外側のコーティングが役割になります。ミルクは内部、オイルは外部っていうイメージですね。この癖毛だったり広がりっていうのは髪内部の水素結合が影響しているので、内部にアプローチせずにオイルで外部のコーティングを済ませてしまうと、その場ではいい感じになっても根本へのアプローチになりにくいです。例えるとまあ、極端ですけど肌荒れした時にコンシーラーでとりあえず隠すのか、肌荒れのこの根本にアプローチするのかっていうのがイメージしやすいかなと思います。でそのミルクを選ぶときに重要なのが CMC と言われる成分になります。この CMC はコレステロールセラミド 18MEA という成分で成り立っています。この CMC はたくさん役割を持っていて、トリートメントの栄養を髪に浸透させるっていう役割だったり、髪を構成する細胞と細胞をつなぎ合わせる接着剤の役割と同時にクッションの役割もあります。つまり髪を健康で綺麗な状態で保ちたいっていう場合はこの CMC は欠かせないので、これも覚えておくといいんじゃないかなと思います。私が開発とプロデュースをしているカミニーにはドライヤー前用に考えて作ったヘアミルクもあるので、気になる方は概要欄にリンクも貼っておくのでぜひそちらもチェックしてみてください。はい、そして次に3つ目は乾かし方を意識するです。ここまでお伝えしているように髪内部の水素結合がなるべくまっすぐになるようにすることで癖、うねり、広がりにいいということでお伝えしてきたんですが、それを一番まっすぐに近づけれるのがこの乾かすタイミングになります。もう大前提、大事になるのがしっかり乾かしましょうってところですね。水分が残りすぎてるともうそれって水素結合がくっついてない状態なんですね。その状態だと時間が経過すると癖だったりうねりが元に戻ってきてしまいます。なのでまずは水分が残らないようにしっかりと乾かしきってください。乾かし方としてはちょっと軽く優しく引っ張りながらちょっとまっすぐにするようなイメージで乾かしてください。髪を引っ張りながら乾かすことで水素結合が綺麗にくっついて癖が伸びてくれます。よくあるのがこうねスマホ見ながらバーっと前から風当てたりとか、もうなんとなくバーって適当に乾かしたりとか、もちろんこの乾かし方でも一応風が当たってれば髪の毛って乾くんですけど、水素結合はねまっすぐになっていない状態でくっついてしまいます。なので乾かすときは上から下に向かって風を当てて軽くちょっと引っ張りながらまっすぐにするぞーっていう気持ちを込めながら乾かしてあげると綺麗にまっすぐになりやすいので、ぜひ意識して乾かしてみてください。
で、こう上から下に向かって風を当てることによって髪の表面にあるキューティクルっていう髪の毛の表面の蓋の代わりをしてくれる役目のところがあるんですけど、そのキューティクルもしっかりパタンと綺麗に閉じてくれます。よくありません？こうイラストとかで髪の毛の外側がこうギザギザになっててクリスマスツリーみたいになってるやつ、あの状態がキューティクルが開いているっていう状態、あれがパカッと閉じると綺麗なツルンとした髪の毛になってくれます。で、そのキューティクルがしっかり閉じてくれると髪の毛のツヤもすっごい出るようになります。適当に乾かしたりとか下からこう逆に風を当ててしまうと、もう逆にキューティクルパカーンって開いちゃって毛羽立つので、光が当たっても乱反射してしまって、もう光が当たれば当たるほど髪がパサパサに見えちゃうっていう現象が起こりやすくなってしまうので、もう何回も言いますが、必ず風は上から下に向かってもうキューティクルを閉じるっていうイメージで風を当てていてください。で、まあ8割ほど乾いたらブラシを使ってブローしながら熱を当てるっていうのもやった方がいいかなと思います。詳しい髪の乾かし方はまた別の動画で紹介しているので、そちらも概要欄にリンク貼っておきます。ぜひそちらも参考にしてみてください。はい、じゃあ次4つ目、夜にホットアイロンブラシだったりアイロンを通しておく。夜にアイロンをすることで水素結合がより頑丈になります。しっかりピタッとくっついてくれると寝癖がつきにくかったり朝の準備もだいぶ楽になります。髪の毛って完全に乾かしても髪の毛の内部には 10% ほど水分が残っています。アイロンはその水分に熱を与えることで中の水分を飛ばしていきます。その水分を飛ばすことで水素結合がより頑丈になります。で、このアイロンをするっていう工程もあるので、それも含めてお風呂上がりのドライヤーの前はヘアミルクがいいかなと思います。乾かす前にオイルだと、このアイロンの作業の時にオイルがついた髪の毛にアイロンを通すっていうことになるので、髪が傷みやすくなってしまうっていうのも理由の一つです。このアイロンに関しても丁寧にやってくださいね。何度も何度も適当にアイロンを通してしまうと摩擦や熱ダメージで髪の毛は傷みます。もちろんアイロンなので全く傷まないっていうのは言えないんですけど、やり方次第で傷むレベルは全然変わってきます。最小限の痛みでアイロンを通すっていうやり方も別の動画で詳しくお伝えしているので、そちらも概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、というわけで最後5つ目ですね。5つ目は冷風を当てるです。ドライヤーだったりアイロンで髪の毛が熱を持っているとキューティクルが開いたままの状態になり、髪内部の水分だったり栄養が逃げていき乾燥パサつきにつながります。冷風を当てることでキューティクルがキュッと綺麗に閉じてくれるので、ミルクの成分がちゃんと閉じ込められたり光の反射も綺麗になるので髪にツヤが出るようになります。また髪の毛は熱が冷めるときにその時の形が固定されるっていう仕組みもあるので、ドライヤーだったりアイロンで水素結合をなるべくまっすぐに揃うように近づけて、その形のまま最後冷風を当てることでこのまっすぐを固定するっていったこともあるので、アイロンの後とかドライヤーの後熱を当てた後は上から下に向かって冷風を当ててあげるといいかなと思います。はい、というわけで今回はくせ毛さんが毎晩やった方がいいこと5選紹介していきました。本当に今日お伝えしたことをしっかりやると髪の癖の出具合は全然変わってきます。もう私もくせ毛なので実感してます。ちょっとめんどくさいかもって思うことがあるかもしれませんが、これをやることで次の日の朝もすごく楽になるので、ぜひ皆さんで頑張りましょう。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍も一部無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。